田舎のグルメ。今日は盛岡河南地区のお店に行くよ。昔ながらの味が待つ常連客の心のスポット。おじちゃんおばちゃんの笑顔に心和む昼下がり。常連さんとの世間話、新しい出会いの予感。盛岡かな時が止まる、レトロな空間落ち着くね。現代と昔が交差する、人情あふれる我が町。店の味は心のふるさと、おふくろの味に舌鼓、語り合うぬくもりに包まれ、人情食堂ここにあり。田舎のグルメ2回目の登場、盛岡河南地区の丸友さんです。今回はチャーシュー麺を頼んでみました。昔ながらのあっさりスープがいいですね。盛岡を離れた方々は今頃見放題しているのではないでしょうか。昔からあるお店ってのはそこにあるだけでいいですよね。町の一角に溶け込んでいるんですよ。どんなに新しい建物が建てられていっても変わらずそこに存在し続ける。それだけで市民の心が潤わされるのであります。いいですね。いいですよね。老舗の食堂で食べるオーソドックスなラーメンっていいですよね。変わらぬ味が心に落ち着きを与えてくれるのでありました。
チャーシュー麺も中盤戦へと差し掛かりました。老舗のお店はこの辺りが心の落ち着きが増していくんですよね。それにしても昔ながらの個人店がめっきり姿を消してしまいました。主な理由は後継者がいないとのことですが、広く後継者を集っていけばいい人材が見つかるのではないかと思います。だって昔ながらのお店っていい場所にあるじゃないですか。それに古いお店が逆にいい味になったりする。だからお店を一から始めるよりも失敗のリスクはぐんと減るわけであります。もうやめちゃおうと思っている方と、ボソボソとでもいいから誰にも縛られず個人で生きていきたい人とを結ぶ、そういう仕組みを作れれば古く良き食文化を作り上げていけるのではないでしょうか。あっという間でしたね。もう食べ終わるところであります。でも昔ながらのお店は食べ終わった後にお店のおじさんおばちゃん常連さんと語り合うのがいい。僕はこれまでいくつもの出会いをしてきました。そこには味以上の心の満足感を得ることができました。ニュースなんかでその町の名前を聞くと思い出が蘇ったりしました。日本全国で味のある古き良きお店がいつまでも続いていくことを願う孤独なのでありました。